皆さん、こんにちは。元女子バスケットボール選手の田中真美子さん。田中真美子が戸崎笠大を捨てた理由や大谷翔平との二股交際といわれる真相について紹介します。まずは、田中真美子さんの経歴とプロフィールから紹介します。田中真美子、1996年12月11日は、日本の元女子バスケットボール選手です。ポジションはセンターで、東京都出身です。田中真美子さんは富士通レッドウェーブに所属していた元バスケットボール選手でした。身長180センチメートルという長身を生かし、ポジションはセンターを任されていました。日本代表の候補にも選ばれたことがあり、かなり有能な選手でした。そして2023年に現役を引退しました。田中真美子さんは東京成徳大学高校から早稲田大学に進学した高学歴です。東京成徳大学高校はバスケットボールの強豪校で、卒業生にはスポーツ選手も多いです。自宅から高校が遠く、学業と練習の両立が大変だったとインタビューで抱えていましたことから、非常に努力家な性格だと伺えます。多忙な中、早稲田大学に進学し、3年生の時ユニバーシアード日本代表に選出され、銀メダル獲得に貢献しました。田中真美子さんは、小学校の時はバスケではなく空手をやっていました。中学校でバスケットボールを始めました。お兄さんの影響でバスケ部に入部したそうです。田中真美子さんの中学は強豪校ではありませんでしたが、中学校当時177センチメートルの身長があった田中真美子さんはめきめきと実力をつけ、チームも東京都大会でベスト16に入る実力のチームになっていきました。田中真美子さんは厳しい練習に励みました。自宅から高校へは片道1時間半、毎朝5時半頃の電車に乗り、帰宅するのは夜に11時頃というハードな生活を送っていました。高校1年生の時には平成24年度女子 U17 日本代表チームに選ばれていました。高校時代に実力が開花しました。東京成徳大学高校卒業後、早稲田大学に進学し、3年時にユニバーシアード日本代表として銀メダルを獲得しました。2019年には富士通レッドウェーブに加入し、同年のユニバーシアードにも2大会連続で選出されました。2021年8月には日本代表候補に選出されました。そして2023年には富士通レッドウェーブを引退しました。田中真美子と検索すると、田中真美子と崎笠大と検索画面に出てきます。田中真美子さんは元バスケットボール選手なので、バレーボール選手とも何かしらの関連がありそうですが、元彼か何かなのでしょうか。調べていくと、田中真美子さんの元彼が戸崎笠大と言われているようです。これは田中真美子さんのお兄さん、田中真一さんが過去にしたツイートが元になっています。すでにその該当のツイートは消されていますが、そのツイートには、妹から送られてきた砂茶、妹の彼氏がイケメンすぎて悲しくなった、しかも俺より背高い、髪はこんなにも残酷なのかと書かれており、田中真美子さんの彼氏と思われる写真が添付されていました。このツイートから戸崎笠大さんが元彼だったのではと言われるようになりました。田中真美子さんの元彼が戸崎笠大だった理由はこちらです。田中真美子の元彼が戸崎笠大の理由、一、顔が似ている。2016年5月30日のものなので、だいぶ前の話ですね。8年前なので、田中真美子さんが大学時代の話です。戸崎笠大さんのインスタグラムを遡ると、2017年の投稿がありました。髪型こそ違いますが、口元やキリッとした目がお兄さんの投稿と似ていますね。田中真美子の元彼が戸崎笠大の理由に、高身長、お兄さんの田中真一さんはラグビー選手として活躍しており、身長は186センチメートル、かなり高身長でがたいが良い方なんです。戸崎笠大さんはその186センチメートル以上の身長で、191センチメートル、かなり高いことがわかります。こんなに身長が高い男性って日本にはそうそういないですよね。やはり戸崎笠大さんが元彼の可能性が高いのではないでしょうか。田中真美子の元彼が戸崎笠大の理由3、イケメン。戸崎笠大さんは高身長を生かしてモデルとしても活動をしたことがあるイケメン。コメント欄にも、かっこいい、目の保養、
イケメンが爆発してますね。元踊り時かっこいいのにさらにかっこよくなってる、スタイル良すぎです、などのコメントがたくさん。これはお兄さんも高身長でイケメンと嘆きたくなる気持ちわかります。田中真美子の元彼が戸崎笠大の理由。4、年齢、田中真美子さん27歳、戸崎笠大さん28歳。2024年、現在年齢が一つしか離れていないのも元彼と言われる要因です。田中真美子さんは今までバスケットボール一筋ですから、ジズと出会いもスポーツ関係になってくると思います。合コンとかは行っていないイメージ。田中真美子さんは早稲田大学、戸崎笠大さんは駒澤大学出身なので、同じ都内のアスリートとして交流があったのではないかと予想します。田中真美子の元彼が戸崎笠大の理由。後、元カノが真美子お付き合いしていた時期が大学生時代というだけあって、ツイッターに元カノの名前真美子がよく出てきます。笑い、真美子に言っときますね、真美子の方が年上だから敬語使え、などなど、元カノが真美子ということがバレバレな内容です。このツイートをしている時期が2016年なので、お兄さんがツイートした時期と被っているのもポイントです。ツイートを見ていると周りにも公認のお似合いカップルだったんだなってことがわかる。田中真美子の元彼が戸崎笠大の理由。6、同級生の証言。2024年3月18日のポストセブンの記事で、田中真美子さんの大学時代の同級生、友人と言われる人が元彼について話しています。そこで話されたのは、バレーをしていた、高身長、筋肉質な人、この3点です。真美子はいわゆる遊び人や目立ちたがり屋な男性は好きではないんです。過去には同じバスケ部の男の子はチャラチャラした人が多いからあんまり好きじゃないと話していたこともありましたね。元彼はバレーをやっていた人と聞いています。大谷さんみたいに高身長で筋肉質なタイプ、うついた話は聞いたことがありません。この3つ全てが戸崎笠大さんに当てはまります。写真の中でもひときわ筋肉が目立ちますよね。そもそも田中真美子さんのタイプはゴリマッチョだそうなので、タイプにも当てはまっていますね。田中真美子の元彼が戸崎笠大の理由。7、ツイート内容。戸崎笠大さんは2016年3月1日のツイートに、真美子今ユニバの先行合宿 TT とツイートしています。この時期ちょうど田中真美子さんは2016年度の女子ユニバーシアード日本代表チームに選出されています。最終的には代表に選ばれませんでしたが、日本代表候補選手として名前が載っていました。そのため女子ユニバーシアードの選考合宿に参加していたことは間違いありません。ユニバの選考合宿とはこのことなのではないでしょうか。田中真美子と検索すると二股というキーワードが出てきますが、これは間違いです。元彼の戸崎笠大さんと付き合っていたのは2016年頃なので、大谷選手と被っていません。なぜそういうキーワードが出てきたかと言いますと、大谷翔平二股から来ていると思われます。大谷選手が結婚を発表した直後に、芸人のゆりやんがご報告と SNS に投稿したんです。内容は完全にネタで、詰め切りましたという内容だったんですが、めちゃくちゃ匂わせ風だったんです。これ見よがしに薬指の指輪を見せつけているので、大谷選手の結婚発表を受けてユリアンが冗談でこの投稿をしたことがわかります。ユリアンのセンスさすが。実際に結婚した相手は田中真美子さんということがわかって、 X、Twitter 上では、ユリアンと二股してたの、大谷選手二股しちゃってるやん、などとネタにしてツイートする人がいました。その大谷二股が派生して田中真美子二股という風になってしまったのだと予想します。紛らわしい、真美子さんが二股してるわけないよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。